父さん。なんだ。俺、真澄さんと付き合ってる。行っちゃったよ。トル、大丈夫なのか。これっていわゆるカミングアウト的な。よし、俺も男を見せるぞ。あの、お前には呆れたよ。もう教師なんて辞めるんだな。明日校長には抗議しに行く。父さん、帰るぞ。帰るんかい。後で連絡する。彼とは本気なんだろう。ああ。分かった。またな。なんだよ今のキス。え、抱きしめたぞ。しかもあのドヤ顔。ライバル？トル、俺わかんない。社長、待ってください。悪かったな、こんな醜態見せてしまって。いえ、俺は全然いいんですけど。トールの気持ち。なんだね。初めてなんじゃないんですか、トールがあんな真剣な気持ちになったの。社長。ありがとう。 あのさ、さっきのことなんだけど。気にしないで。本当優しい人なんだ。母が亡くなって父は変わってしまったから。お母さん。うん、俺が中学生の時癌で亡くなったんだ。母はとても優しくていつも僕の味方だったのに。真澄さんとこれからも付き合いしていきたい。また迷惑かけちゃうかもしれないけど。迷惑なんかじゃないよ。話してくれてありがとう。 あのさ、さっきの彼。ああ、片岡。うん、なんかキスしてたよな。ああ、あいつ海外生活長いからさ、スキンシップの意思でしょ。そうなんだ。なんで。あ、いや、別に。何、もしかして焼いてんの。ちげえよ、そんなんじゃねえし。どうかな、マスミ君。なんなんだよ。だってさ、失敗じゃんかよ。不器用だけど真剣に自分を思ってくれる赤城の気持ちが嬉しくて、この先何があってもこの人を大切にしようと思う氷川でした。